はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。本日はですね、サポートのメンバーにモーコさん、タナヒロさん、タカさんに入ってもらってます。魔法使い、バランスは魔法使いなんで魔法使い2人、僧侶1人、賢者1人ですね。で、何をしたいかというと、これだと思ったんだけど、プスゴンね、倒しに行こうかなと思ってます。というのは、チムクエの方で、アズランのね、強ボスをって書いてあったんで、プスゴンをね、ちょっと行こうかなと思うんですよね。できればチムクエのね、アズランの強ボスとかじゃなくて、プスゴンとか書いてくれると調べなくていいんですけど、いつもネットでアズランの強ボスって誰って思いながら、調べてるんですけど、プスゴンみたいなので、これ行ってみたいと思います。で、前回ね、討伐、何だったかな、行って、ちょっと失敗しましたけど、プスゴン行けるかな。ちょっと構成的にね、この職業のメンバーでいいのかっていう気もしなくもないんですけど、まあ、定番の、私がやってる職業のメンバーなんで、これで行こうかなと思ってます。これなんだっけ、器用さはいらないね。クイック、これせっかくもらったんで素早さアップ使ってこうかな。タカさんに使おうかな。なんか自分が食べたっぽく見えてるけど、もらえる経験値が増えた。そうなの？あ、素早さと経験値が増えるのね。なるほど。経験値増えるのか。じゃあ、バラルさんも使っとくか。うわ、すげえ。なんか音がすごかったですね。強烈なのかな、これ。ちなみに、今はレベル88魔法使い。残り15万ですね。で、本当は今日はね、レンダーシア討伐で雑談にしようかなと思ったんですが、こっちがあったのでちょっとこっちを先にねやろうかなと思ってます。プスゴンね、ちょっと確か魅了かなんかなかったっけか、違ったかな。なんか弱っちそうで意外と強いんだよなこいつ。ちょっとロストアタックはかけといた方がいいかなと思って、いちご爆弾意外と強力なんだっけ、いちご爆弾って。こっち来い、こっち来い。程度強かったかな。うわ、いきなり死んだぞ。結構一撃が強いっすね。しかも線入んない。800ぐらいしか入んないぞ。あれだな、ロストアタック本当はかけに行った方がいいんだけど、お、黄色くなってる。じゃあこのまま行っちゃいましょう。いけんじゃんこれ。あんまりね強ボスとかやったことないんですよね。でもプスゴンはね確か前にやったことあると思うんだよな。やべ、これロストアタック間に合わないっしょ。間に合い、あ、間に合った。あ、魅了されちった。おお、やっぱ死んじまった。魔法使いはいいんだけど死ぬとめんどくさいんだよね。もう一回魔力覚醒とやんないといけないからね。
さあ行け、もうちょいのはず。さあ押し込め押し込め。まだかい。意外と赤くなってからしぶといな。よし、これで決まったでしょ。オッケー。2分ちょっとか。じゃあもう2戦やろうかな。確かね、3回、あと3回勝てば、あのクエストクリアなんですね。なので、あと2戦いっちゃおうかな、これ。プスゴンばっかりで申し訳ないんですが。強戦士使う。プスゴンばかりで申し訳ないんですが、このままいっちゃいます。経験値はそんなに入んないのかな。今見なかったな、経験値いくつか。もう一回いきますか。この前な、1回目は楽勝で2回目きつかったからな。そういうこともあるんですよね。頑張れよ。よし、できるだけ離れておいて、バラルさん自身が、あ、死んだっぽい。無料か。あ、無料が解けない。相手にたどり着けなかった。あー、なんかやりにいった。叩いてますね。でも MP 回復してるとこがすごいなその分あれかな、叩かれた人の MP が減ってるのか。よし、いけ。意外とあれだね、ヒットポイント高いんだろうな。そこそこあるよね。あ、棚博さんは1000超えてたか。こっちは1000超えないんだけど。どう違うんだ。攻撃魔力は同じぐらいのはず。もう一回いけそうですね。このままクエストクリアまで持ってっちゃおうかな。やべ、死んだわ。やっぱ一撃がきついな、プスゴンは。でももう赤くなり始めてるから時期だよね。こっちは1000超えてないんだけど。800いかないでしょ。あ、1000超えた。1300ぐらいいった。あれ、どういう違いがあんだ。なんかなんだ。やべえ、危ねえわ。押した、押した。早かったな今回は。あ、同じぐらい。3分以内に終わってるから同じくらいかもしれないな。じゃあもう1回行きますかね。宝箱はないよね、2回目だからね。じゃあもう1回行きます。
もう1回で、クリアのはず。おーし、まだ食事の効果は残ってるんで、そのまま行きましょう。なんだろう、プスゴン怒ってる時の方が攻撃が入んのかな。そういうことってあんのかな。あ、違う、なんか盾のマークがついてる、あれのせいか。あんま関係なさそうだな。いくつ入る？あ、1200いったわ。あ、魅了された。まずいな。よし、やべ、今ロストアタックかかってなかったら死んでたわ。すぐ怒っちゃいますね。ロストアタックはやっぱいいな。もう死んだら死んだでいきましょうか。よしよしよし、このままいけ。強力だな。でも蘇生も間に合ってるし、バランス的には悪くないと思うんですね。このまま押し込んでいいんじゃないでしょうか。あー、やべ、死んでもうたわ。呪文を打ってから死んでほしかったわ。いちご爆弾、あ、やべ、いちご爆弾来てるよ。逃げろ逃げろ。食らっちゃった食らっちゃったっぽい。あ、魅了されてるし。おお、タナさんから MP いただき死ぬなよ、いつまで。今回出番なしだな、あんまり。早読み入れるほどではないか。おしっけ、もうちょっとでしょ、もう終わると思う。今回だいぶ時間かかってるかな、もしかしたら。いけ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 、オッケーね。アズラン強ボス討伐クエスト条件達成しました。3分超えたね、やっぱね。なんか宝箱落としてきましたね。魔法の聖水。そういえばあれだな、あれでしたね、チャットカットしてなかったなということでね、今回はチムクエの関係もありまして、プスゴン討伐3連チャンでしたということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。レベルをどんどん上げていきたいと思います。